右はクルークス、中央には奥野もいます。クルークスに託して香川が上がります。そこに香川、香川キープ、下げていって中に上げてきました。田村のヘディング、先制セレッソ大阪。逆サイドから構えていました田村弘隆、今シーズン2ゴール目、開幕戦以来の得点、先制セレッソ1対0です。うまく B サイドを作って前とこ寄せるんですよね。落として、まあ、フリーズのマイクマが、まあ、逆サイドのファーサイドのところですよね。まあ、田村も うまく、まあ、高さのところでミスマッチを作って、で山根のこう背後のところを取る、まあ、噂もありましたね。まあ、正確なボールと相手前にいるんで田村のヘディングも難しかったと思うんですけども、はい、まあ、しっかりと